どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日も、クラン対戦の動画、一本ね、ご覧いただきたいというふうに思うんですが、最近ね、うちのクランでかなり調子いいのが、大五郎さんですね。この方なんですけども、今回、ギリギリね、勝利した対戦だったんですが、この一番をね、綺麗にこう、全開してくれたのが、この大五郎さんです。非常にね、攻撃特化の方で、防衛施設はまだ完璧に育ちきってはないんですが、ユニットはもうカンストですね。で、攻め方としては、クイヒーからの、バットスラップにつなげるような攻め方をしているんですけども、このね、本当に、なんていうのかな、ユニットの回し方がとにかくうまい。ちょっとね、それを今回は、重点的にこう見てもらいたいというふうに思います。で、まずは、ペッカで、6時褒めをしっかりカットしてますね。5時6時褒めをカットしてから、そのまま、ペッカをずっと9時褒めに歩かせていきつつ、クイーンと合流させていきます、合流というか、クイーンを出していくっていう感じですね。でペッカに先導をさせながら、クイーンを、9時褒めに歩かせていくのと同時に今スタートしてますけども、10時方面でここ、バルーンじゃない、ごめんなさい、ロックボーマーですねが壁を見事にこう破壊しながら、どん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 進んでいってくれてますね。で、この破壊してくれた壁のところから、一気にね、こう、ネクロたちを投入していって、ジャンプの呪文を中央、この部分ですね、ここに打って、一気に散らばせていくという格好ですね。ここまでのプランがまず非常にお見事ですね。しっかりともう十字側がサイドカットされてますんで、もうネクロがそれようがないと。で、さらに今コウモリたちが、11時から投入されてますよね。でこのコウモリたちもまあいい仕事をしているなというところです。しっかりねアイスゴーレムでウィストのターゲットを取ってから、どん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 コウモリを3時方面に進めていくという格好ですね。で今回、インフェルノタワーがシングル多かったので、これに対してはもうコウモリがドン刺さりですね。でおまけにネクロマンサーも、今マルチが1本ここに IT ありますけども、これ以外はシングルだったっていうこともあって全然やられてない。で、コウモリ途中ね全部落とされちゃったんですけども、最終的にはネクロマンサーがかなり生き残ってます。ここにもこんだけいるのと、こっちにもがっつりこういますんでね、これらがしっかりとこの4時方面で合流していって前回まで持っていくという格好ですね。で、基本バットスラップっていう戦術は、コウモリで最後の防衛施設までをぐっとこう壊していくっていうコンセプトで攻めることが比較的多いというか、セオリーはそっちかなと思うんですけども、今回の大五郎さんの場合はネクロでも一気に押し切ってきましたね。これが非常にうまいなっていうところです。で、今回の、この配置、ウォールバスターではなく、ボマーを使った点っていうのはやっぱりね、まだ配置から見ていきたいんですけども、よいしょ、ジャンプ打った場所が本当見事でしたよね。ここに打っていったので、あーちょっとごめんなさい、ずれましたね。ここのとこですね、打っていったので、いろんな区画に一気にネクロを流し込める、そういうね、ジャンプ1枚でかなり幅広くにこうユニットを分散させられるっていうメリットがあった点、さらには、これエアスイーパー向き見てもらうと、ここにかかってないんですよね。わかりますかね、こういう風にボマンが進んでいきましたけども、そのルートにエアスイーパーがかからない、これもすごい利点ですね。こうなってくると、あのボマンをね、邪魔するエアスイーパーは対空砲もここですから、どんな感じかな、対空砲の範囲見てみるとこのくらいですよね。つまりこの反撃砲まではしっかりこうね、ボーマーを流していける、そんなルートが描きますよね。この配置の穴っていうのを見逃さずにしっかりと、ボーマーを進められた、そこが大五郎さんのねこのアタックの、成功の秘訣だったんじゃないかなって思います。でちょっと今度はね、細かいところに注目しながら、見ていきたいというふうに思うんですけども、実はここ序盤のねサイドカットもめちゃくちゃうまいんですよ。ペッカがこっちにこう流れていきますよね。最終的にはこの金庫に流れていくんですが、それを見た瞬間にこれヒーラーをねプッとここのペッカにつけるんですね。多分これ貯めてるのは
ちゃんとペッカーがしっかりとこっちの弊社の方に向かうことを見てからにしたんでしょうね。でここでヒーラーをつけてペッカーを延命させながら、さらにクイヒーをここで展開していくと。でジャイアントも1個ねこの大砲のタゲに集めて、おくために出してるっていうのもまあ憎いですね。こうすることによって、さっき使ったこのペッカーの体力もうピンピンしますよね。体力満タンのまま、ほぼこのだからサイドカット用のペッカーっていうのは使ったんですけども、実質何のダメージも受けてない状態になっているって感じです。これがめちゃくちゃうまいですね。ユニットを無駄にしないこの使い方で、ボマーの進行ルートっていうのはさっきお話した通りで、まあ、こんな風にね来ていますよね。で、そこをサイドカットの役割も兼ねながら壁をこじ開けてくれつつ、ジャンプをしっかりと中心部分に打ってますね。で、ユニットたちが中に入っていって、もうこれで、陸ユニットにやることはほぼほぼ全てね、東雲も使い終わって終わったなというところで、しっかりと、アイゴールでターゲット、ウィスのターゲットですね、これ取ってからのコウモリ流し込んでやってますね。これも非常にお見事です。で、このコウモリたちの動きをまあ見ながらちょっとお話ししたいのは、コウモリ出すタイミングですね。バーバリアンキングのまあフィストは残っていたものの、ほぼほぼ、リクパートでやるべきことっていうのは終わらせてからコウモリ出してましたよね。やっぱりこのね、コウモリの出すタイミングっていうのがまあすごく重要で、リクパートでね、いろいろやることが残ってるのにコウモリ出しちゃうと、結構ね、リクパートの呪文だったり、まあ、トームだったりを使いそびれちゃって、全然コウモリのルートが出来上がらないよってことがあるんですけども、まあ、今回のダイゴロさんのアタックっていうのはそういうことがないように、まあ、しっかりね、リックパートを終わらせてから、コウモリ流し込んだ、このあたりっていうのはすごくね、基本的なことなんですけども、ついつい焦って、先にコウモリを出しちゃいがちな方も多いと思うんでね、気をつけてもらえたらなというふうに思います。で、あとはコウモリ結構早々と全部やられちゃったんですけどね、最終的にもこんな形で、まあ、ものすごい大量のこのスキルと真っ白ですね。これこいつらがもうしっかりと、テスラの森を、もう伐採してね、突き進んでくれたおかげで、まあ、こんな形で全開というところまでこじつけることができましたという形ですね。いや、お見事でした。さて、本日のね、動画のまあ大きなポイントとしては3つかなと思います。4つかな。1つは、まあ、序盤のこのサイドカットをしたところですね、の、ペッカの使い方。ペッカをしっかりね、無駄にせずに生かしながら、サイドカットをするっていう方法。あとは、エアスイーパー、対空砲の位置を見ながら、これですね。ボマーのルートをしっかり読んで、邪魔な施設がないことを確認してから、穴開けをさせつつ、こうね、防衛施設を壊してサイドカットしていく。この考え方ですね、これはかなりレベルが高いです。で、もう一個は、ジャンプの呪文。このね、ど真ん中に打ちましたけども、ジャンプ1個でこういろんな方向にねバッとユニットを散らばらせることができる。こんな配置に対してはウォールバスターで奥深くまで壁を突き破っていくよりは、ボマーでね序盤の今みたいなサイドカットをしながら壁をこじ開けて、そこから壁の中にさらにもう一歩入るにはジャンプを使う、まあ、そんなね、攻め方が結構いいかなと思います。で、最後4つ目、コウモリここからね出していきましたけども、しっかりねウィストなんかはアイゴールでターゲット取ってあげるっていうことで、序盤のクイヒーからのまあネクロパートですね、リクパートが一通りやること終わってからコウモリをしっかり回していく、まあ、こうしないとコウモリにフリーズを使うタイミングなんかをね逃したり、あとはリクパートのトームを使うタイミング、まあ、クロークのタイミング、いろいろこう逃して大事故につながる可能性がありますんで、そこはしっかりこう落ち着いてねやっていく、まあ、この4点ぜひぜひね、この動画から参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼いたします。バイバイ。